ニュースマグビです。高円宮家の三女守谷絢子さんが第1子を妊娠していることが分かりました。生まれくるお子さんは大正天皇の血を引くものとして悠仁さま以来実に13年ぶりの誕生となります。皇室ジャーナリストはもし生まれるのが男子であれば大正天皇の血を引く悠仁さまの同世代の男子が2人になるということになります。皇室に連なる子として生まれくるお子さんは皇統の継続の新たな希望になるかもしれませんと語っています。吉本興業の闇営業問題によって相方の宮迫博之さんが不在の状態で一人で活動する蛍原徹さん。そんな蛍原さんが今年に入って大きな幸運に2度も恵まれていたことが分かりました。7月21日愛知競馬のメインレース中京記念で3連単を的中、3月にも中京競馬で万馬券を的中させており、なんと470万円を手にしていました。競馬番組関係者はたった4ヶ月の間で2回も万馬券を当てたことで蛍原さんは運を使い果たしたと漏らしていたらしいと明かしています。アンさんと仲間さんが揃うシーンでは現場がピリピリムードなんです。そう漏らすのはアンさんと仲間由紀恵さんが出演するドラマ偽装不倫の制作スタッフ。アンさんも仲間さんも小さいお子さんを育てるママ。ピリピリの理由は長時間の撮影を避けるための時短スケジュールが組まれているからだそうです。制作スタッフは2人は不仲どころかママ友なんです。そんな2人が揃って時短撮影を希望して共闘を組んでいるんです。ピリピリはいい緊張感ということですと明かしています。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ